皆様、お世話になっております。柏鉄道の広報、春の空です。同じく、T57 です。 TX2000K です。山岳島のダイヤ改正を終えて、私たちも一息ついたと言いたいところですが、柏鉄道は、もう一押し、開発を進めます。自分たちは今、貨物列車に乗っています。この列車は、若戸を出るとそのまま北へ抜けていきます。というのは、それが一点のお楽しみです。しばらくトンネルです。非常に長いトンネル区間なので少しカット。ここ草田貨物駅ではしばらく停車します。草田、やはり地名があるとわかるかな。この線路は単線なので代行を待ちます。今は貨物しか走っていませんからね。通過を待って出発。それより草田ということは、やはりこのマップは。お察しの通りです。君は今城山地方への第一歩を踏み出した。ついにこの日が。今は2時間おきに貨物しか走っていないこの線だが、旅客列車も入れる予定だ。路線の計画ですが、今期開発では高根城のお膝元、城山までを検討しています。確か、かなりの距離があったと思いますが、一気に開業するんですか。実際は、既存の鉄道に乗り入れながら線路を繋いでいくことになります。後でまとめて説明する。今通過する駅もそうだが、この地方にはすでに鉄道網がある。ただし、それぞれが地域内の移動を重視した鉄道なため、地域間輸送がうまくいっていない。そこで、柏地区全体に路線網を広げた私たちの出番です。地域間輸送の実績でお役に立てると、売り込みをして、これが成功しました。既存の線路をつないで、路線を組み直していく。貨物船の旅客化で何度もやってきていることだ。城山地区でも、そのノウハウを生かしていこうというわけですね。さて、まもなく、この列車の終点、二条瀬島貨物駅です。すぐ隣には、吉野鉄道の二条瀬島駅があり、少し離れて、路面電車の二条軌道線瀬島駅があります。二条駅ではないんですか。二条駅は、軌道線の方にあるみたいです。二条というのは、二条通りの神社に由来する地名で、ここは石倉川のほとりの瀬島という地域なんだ。昔は駅名が違ったみたいですね。さて、到着したところで、今回の計画を具体的に話していくぞ。今いる城山地区は、柏の北に位置する土地だ。いくつもの川が流れる場所で、先ほど渡った石倉川の他に、三月川、今川などの大河川がある。石倉川流域の二条市には、路面電車の二条軌道線と、東側の比嘉山へ向かう吉名鉄道がある。さらにその北側、三月川を渡った先には、城山鉄道がある。城山鉄道は、小輪島から城山までを結ぶ鉄道で、そこそこ長い区間を走るが、三月川を渡らない。吉名鉄道の二条瀬島と、城山鉄道の小輪島駅。この二つを結ぶのが、今回の開発になる。この区間をつなげることで、柏鉄道と吉名鉄道、城山鉄道が一つにつながります。直通運転をすることで、今までよりも大きな人の流れを作ることができます。これが開発の大きな目的です。
市に入りましょう。二条瀬島駅から建設します。まずは台地の方に上がりましょう。それとやはり将来の大動脈になりますから、基本的には苦戦ですね。はい、それで進めていきましょう。ちょうど道路があった位置に勾配を作れば良さそうだ。いい感じですね。勾配の下も合わせてスロープを作ると綺麗になるんですよね。その通りです。やりますね。もうずっと見てきていますからね。しばらくは道路沿いをまっすぐだな。台地が終わったところで駅を設置しましょう。屈線のもう一本も持ってきて、と。ここの地名は何になるんでしょうか。銃を隠すと書いて、筒隠しというみたいですね。なんか物騒なんだよな。今は地名で付けますけど、あんまり好きじゃないです。駅規模は2面4線にするんですか。駅間が長いので、将来的には中間駅を他に置くと思いますから、ここなんかはちょうどいいんじゃないんですか。なるほど、いいと思います。もしかして、畑を潰さないように頑張ってます。駅の手前は潰してしまいましたが、こっちはどうにか。どうせ開発が進んだらなくなってしまうけど。まあ、そう言わずに。さて、ここからは平地に線路を下ろしましょう。次の集落は幸子村。理由はよくわからないが、住宅が集中している場所だ。未来でなら、意外と通勤に便利な場所ですが、この時代では謎ですね。単純に、村の経営がうまくいってるのかもしれませんよ。強いリーダーが導いていたりとか、こういうの、なんて言うんでしたっけ。カリスマですね。かなり惜しい。と言ってる間に駅を設置。村の名前から取って幸子駅だな。幸子、なんだか不思議と可愛い感じですね。もしかしてその人がカリスマなんでしょうか。もうその駅終わったので戻ってきてください、お嬢。さて、こちらが城山鉄道の宇和島駅だ。川に沿って立っていて、川の向こう側に延伸する気なんてない作りになっている。はい、そこで接続用に新しい駅を作るという計画でしたね。そういうわけで、ここに駅を置く。2面4線で、宇和島駅方面と塚口方面へ分岐できるようにする。これなら、シンプルに分岐できそうですね。外側の番線から高度を上げて既存の線路を除きます。そしてその高度のまま川に渡っていきましょう。川を渡る角度、難しいですか。川は直行で渡るのが基本です。やっぱりそうですよね。でも、この角度だと、駅間が微妙じゃないですか。最初の区間は、周りが田畑だったので、駅は置きませんでしたが。もう一駅置きますか。川の前後に駅があるのは、変ではないので。当初の計画にはなかったが、駅間を整えるためには、欲しいかな。駅を置けるなら、解決しますね。ちなみに先ほどの宇和島の隣の駅が、宇和島三月川駅になるが、その駅の駅名はどうしますかね。三月川の手前なので、三月川駅にしたいですが、かぶってしまいますね。いっそ、川の前なので、前川でいいんじゃないでしょうか。なるほど、それなら混同しにくそうですね。宇和島駅、宇和島三月川駅、三月川駅の並びは、さすがに避けましょう。
こんな感じで前川に決まったのか。では、地上に下ろして、その辺に液を設置しますか。やっぱり液と言いまがって、かなり遠回りに見えてきますね。もう一息をきます。いや、それはさすがに。前川駅を設置します。これで完了ですね。あとは、踏切や道路を整備していきましょう。まあ、これは自分の方でやっておくので、お嬢はお疲れ様でした。結構、できるようになってきましたね。頼もしくなってきた。では、改めて今回建設、改修した各駅を紹介します。まずは、小輪島三月川駅、城山鉄道との接続境界駅です。終点の小輪島駅と違って、三月川を渡るにはこの駅で降りてもらうことから、この名前になった。駅名は、城山鉄道とすり合わせた結果だ。続いて、前川駅。駅名については、先ほどのやり取りの通り。まさか、前川美久が関係なかったとは。あ、いえ、何でもありません。幸子駅。駅名については村の名前から。土隠し駅、駅名は地名からと思ったが、地名に関してはあの島が怪しいんじゃないか。いかにも鉄砲とか伝来しそうな。種が島じゃないんですから。そして吉名鉄道との接続境界駅、二条瀬島駅ですね。二条軌道線の瀬島駅とも接続し、柏地区方面への貨物もここから出ている。今回の開発は、城山鉄道と吉名鉄道、柏鉄道の3社で提携して、城山から吉名までを直通するためのものだ。ゆくゆくは、ここから柏鉄道に直通する旅客線を設定したいが。それが、そもそもの、豊海道本線の計画ですからね。そうだったな。今、言うべきかはわからないんだが、ここまでお嬢を支えてくれて、ただただ感謝している。礼を言う。柏鉄道の創設者一族の儚い夢が現実味を帯びるなんて思ってもいなかった。改めて言われると照れくさいですが、どういたしまして。まあ、付き合いも長いですから、家族みたいなものですしね。こんなところにいたとはな。早く連れ戻さねば。